どうもおはようございます、プロタンです。やべえ、ミスった。まあ筋トレなんですけど、まあ、僕の大好きなこの上腕二頭筋、ここをね鍛えるトレーニングをしたいと思います。家ではねほとんどもう上腕二頭筋とか二の腕しか鍛えないんで、もうそれ以外はもう全部ほとんどジムなので、はい、そうなので上腕筋しかちょっとトレーニングできないんですけど、今日はね新しいトレーニング方法を見つけました。まあ見つけたというか前々からあるんですけど、試してみたいかなと思います、こういう機会なので。 NA 法って言うんですけど、ネガティブアクセント法って知ってます？結構もう5年前ぐらいに開発されたのかな、このトレーニングって。基本的に筋肉の収縮って、このギュッと収縮するときとこの伸ばすときの2種類あるんですけど、こっちよりも伸ばすときの方が筋力ってめっちゃ使ってて筋破壊が起こしやすいんですね。だいたい3倍ぐらい筋力使ってるみたいです、僕が聞いた話だと。でそのこの戻すときをネガティブって言うんですけども、でそのネガティブをより極めたトレーニング、戻すときに6秒かけて上げるときに1秒で上げて6秒で下ろしていくっていうのをやると、すげえ筋破壊が起きてやばいみたいなので、それちょっとやってみたいと思います。ではいきます。じゃあまずは軽いっていうか、まあ、いつも通りのねトレーニングやってどれぐらい違うかいきたいと思います。じゃあまずは上腕筋いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、11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 4、105、106、107、108、109、110、111、112、
と思います。ちょっと話変わりますけど、結構筋トレ動画出すとなんか全然もう体デブじゃんみたいな結構言われるので、ちょっと絞ったんですけど、どうですか？ちょっと絞ります。ちょっとだけね、ちょっとだけ絞ったんですけど、どうでしょう？ダメかな。まあいいや。じゃあネガティブでいきたいと思います。一応これダンベル一つ12キロあるんですけど、合計、まあ、24キロかな。それでやってます。ちょっと重たいですね。じゃあ6秒かけて下ろしていきたいと思います。今10回できたんだけど、なっていきます。どうしようか、こんな感じで。で、疲れ切ったら反動使ってあげろって書いてあったのね。反動使って、いやっ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 、もう猛烈な、やばい、すごい、すごい猛烈なパンプ来ます。5分ぐらい休憩してるんですけど、全然やばいですね。重量は変えずにいきたいと思います。じゃあいきます。反動使って、最後のセットいきたいと思います。3セットしか出ないんですけど、このネガティブ
あの戻す時にお腹とかも、もう足とかもいろんな力入れるんで、すごいね、いつも5セットとかやってる時よりもすごい疲れがありますね。じゃあいきます、最後。よし、こっちでいこうかな。じゃあ最後プロテイン飲んで終わります。プロテイン B レジェンドのそんなバナナ味いただきます。ちょっとそんなバナナ味もね、ちょっと飽きてきたかなと。もう飲みすぎても美味しいんですけど、ちょっとね次新しい味が出たので、ちょっとあの B レジェンドの新しいやつちょっと飲んでみようかなと思います。やばい、半端ない、腕がもうやばいな。ほんと超パンプした。3セットしかやってないけど、いただきたいと思います。うまい。ということで、ぜひ戻す時の方はね、すげえ力って入ってるので、まあスクワットとかも戻すときにゆっくりゆっくり、上げるときにちょっと早くって感じで、ベンチプレスとか戻すときにゆっくりっていうので、ネガティブっていう動作を意識してみてはどうでしょうか。いや本当すごい辛かったです。よかった、これで美味しいご飯食べれそう。ということで、ありがとうございました。バイバイ。